ただただ暗い夜の無限に続く繰り返し、ただただ生きるための方法だけが選ばれた。石や鳥や動物や川、それを取り巻く風景と自分の区別がなされる。そういったことが起こるずっと前の話だ。私は仲間が鳴らす音の洪水の中にいる。何人周りにいるのだろうか。どこからか集まってきた。見たこともないような数の仲間たち。この中に何人の敵が紛れ込んでいるかのと思っているのは、この音の中で小心者の私だけかもしれない。何日この騒ぎが続いているのか。きっとずっとだ。私たちはかなり多くのことを知っていて、まだ知らないことがあるのも知らなかった。木や草や山や周りの生き物に名前がついていたのだから、言葉はその名前だけを叫ぶことになる。名前の中に全てのそれに関係のあるイメージがあるのだから、それがそれ以外の言葉はとても少なかった、またはほとんどなかった。心に残る感動さえも選ばれた単語、つまりその一つ一つの名前、またはその連続と連続する回数で感情を表現し合った。詩人は複数の単語を織り交ぜて使い、それでとても音感が良かったので、皆がそれを真似をし、そして楽しかった。私たちは私たちの仲間でいない者たちに出会うと、その敵を殺す、または殺される。仲間うちでもその感覚の違いによって喧嘩になった時は相手を殺す。でないと私たちは相手に殺されてしまうのだ。普段私たちはそれぞれ2、3家族ごとに同居に分かれて住んでいる。しかし私が物心ついた時にすでにこの長い祭りが始まっていたので、私たちには普段の生活を送る経験がしたことがまだない。私たちがこの祭りで今何を達成しようとしているのか誰も知らなかった。私たちの家族はただひたすらこの何年も渡るにも渡る祭りの中で火を消さないように燃えるものを調達して回った。最初の何年か近くに森があり、そこで木を調達できた。しかしもう何年も前にその森は全て燃やされてしまったので、今は2日かけて歩いて行った先の 森からもらえるものを隠さなければならなかった。私たちの家族は22人ぐらいいて、兄弟も母も父も同じ名前だった。しかし常にそこに横にたわる美しい風景が異なることから、私たちはそれぞれをうまく呼び合った。分かり合っていた。ただ家族といえども、平らに剥がれる石、黒曜石のような石が取れる場所は秘密だった。その石だけでなく、平らに剥がれる鋭い石は大した苦労もつけずにそのまま道具として使えるし、武器として使えることもあるからだ。大抵の殺し合いはもっともっと簡単なやり方で、そこら辺の石を拾い上げてそれで殴り合う。時にはつなげるといった方法が取られた。生きている
ほとんど全ての人間が殺しの経験があった。だから生きていた。しかし今この祭りの中で私たちはそういった不満やイライラから始まる喧嘩は全くしなかった。朝も昼も夜も音が鳴り、誰かが歌い、誰かが踊った。朝太陽が上がるとき、大きな山の影が私たちの場所をよぎっていく。そのとき私たちは生まれ変わるのだから、生まれ変わるための音楽を歌った。夜が来るときは全てにが死にゆくわけだから、そのための歌を歌った。まだ死と恐怖が結びつく前の私たちだった。恐怖はあったし、喜びもあった。悲しみはとても大変大変高級な感情だったのだ。それを表現するには詩人を呼ばなければならなかった。さてこの祭りは何のためのものなのか誰も知らなかった。しかし私たちという集団が何のために行われているのか知っていたような気がする。なぜならそれにしては継続的で革新に満ちた音楽が続いていたわけだから。曽根豊、2015年10月1日
Mm-hmm.